東京弁護士会小宮山法律事務所弁護士の小宮山翔一先生、そして株式会社桃の木代表取締役立谷正弘さんに今週もお越しいただきました。よろしくお願いいたします。今日ね、はい、訪問介護のね、はい、訪問介護のトラブルも結構あると、はい、いうこともございまして、はい、訪問介護に関わる、時間を少し取ろうかなというふうに思ってます。はい、訪問介護でも訪問介護とはというのをまず立谷さんにお聞きしましょうか。はい、訪問介護とは、まあ、俗に言う、うん、ホームヘルパーの派遣ということで、はい、その中内容はですね、介護保険の中に、の位置づけとしては訪問介護と、はい、内容といたしましては、生活の援助、はい、まあ、簡単に言うとお食事を作ったり、はい、お買い物したりですね、はい、その人に合った、要するにその人の生活の質をね向上させるために必要なサービスを、まあ毎月1回決めてやるというのがあります。それともう一つは、はい、一般的に言われている身体介助といって結局、おむつの交換であるとか、はい、食事の援助であるとか、はい、介助ですね、はい、それとか、まあ、もろもろのやる体に触れてやるような、うん、はい、その利用者本人に直接体に触れてやるようなサービスを、はい、言います。そういう大きく分ければ2つですね、あります、はいはい、あともう一つ介護予防訪問介護というのもあるというのを伺ってますが、うん、はい、これは対象がですね、今申し上げたのは、はい、介護度1から5の人を対象ということで、はい、提供しているサービスですけれども、はい、予防というのはあくまで要支援の1と2の方に、主に一緒に食事を作ったりですね、要するに予防ですね、予防的な、はい、サービスを提供するということですね、はい、介護予防につながる、うん、予防につながるんですね。あ、なるほど、うん、身体介護というのは体に触れていいということなんですね、はい、要は直接接触して行う介護、日常生活にあとは必要な機能向上を目指した専門的な介護というか援助という言い方をしてよろしいんでしょうかね。そういうのを言うんですね、はい、で生活援助というのは日常生活に支障が生じないように行われる家事とかに関するサポート、こういう理解でよろしいでしょうかね。買い物とか、そうですね、お食事の作りたいとかですね、事前にお食事を作ってねっていうためには買い物がする人がいなければ買い物をして食事調理して食事を提供するというようなものも入るっていうのがまさにですね、まあ、施設にだから入ってる介護じゃなくして、うん、ご自宅の方に伺って訪問して介護するというケースの話ですね。なるほど、なるほどね、はい、生活援助とかね、その身体介護の中でですね、トラブルというのもいくつか起きてるようなんですけども、私のとこ、ま、メールいただいたのがですね、はい、その選択をしましたと、まあ、先ほどの生活援助ですね、そういうことですね、はいはい、で洗濯機の中にね、たまたまほら その、まあ、そこの、ご本人のものと家族のものが入ってましたと。でこれは家族のものだろうと思って、まあ、一応出して洗濯をしたんだけども、まあ、家族のものが残ってたと。でそれを洗濯したことによって違反になるということで施設の方からすごく怒られてしまって、うん、でまあ、それが1回目で、次の時は今度はこの、されてる方、要するにご本人様の家族の方から、あの時はやってくれたんだけどなんで今回やってくれないのという、うん、今トラブルを先生なんか起きてるというのをいただいてるんですが、まあ、こじれるっていうやつですね、そういうトラブルですね、トラブルは訪問介護でどこまでやるか、ということですよね、はい、どこまでやるかっていうのは、お互いにね、頼む方と介護する方でもって話し合いしないと、どこまでやるかっていうのは決まらないですよね、ですから要するに契約、契約ですね、すべてに関して契約をしなければいけないということですか、これ例えばサービス受ける前にその項目をきれいにこの整理して確認、ね、
なんかやるわけですか。そうです。全部あの契約書、利用者と、あの事業者、事業者も要するに派遣する事業者の間に契約を、全てのサービスについて結びます。なるほど。そうしますとね、契約すると、事業者の方でやるべきことは決まりますよね、まずね。それから逆に今度は頼む方、頼む方も余計なことは言えないわけ、頼めないんですよね。契約上、それ契約してないわけですから、それ認識してやらないと先ほど言った選択の問題が出てくるんですよね。ですから介護する側も、それからお願い、介護をお願いする方もね、その辺認識しないと、するべきじゃないか、認識するべきじゃないかなと思うんですよね。ただ私たち素人が考えるにはですね、物はついでだからというこの安易な気持ちをやっぱりどうしても抱いてしまうんですが、それをやっちゃいけないってことです ね、 そういうのはね、適当になっちゃうんですね。適当になってしまうんですね、ですからね、あのトラブルの原因ですよ。片一方ではね、違う考え方もあるしね、お互いに考え違いますからね、サービスやってもらう方はね、ありがたいんでしょうけどもね、一人の方がずっとだからやるわけじゃないし、その都度その都度、変わるんですよね。メンバーは同じ方が行くわけではないらしいんですが、サービスがやっぱ介護サービス始まってから、当初の頃とはやっぱ変わってきてるもんなんですか。そうですね、さっきの生活援助がかなり限定的になってしまったっていうのは、今申し上げたように今家族の方の、ね、ものをやったり、それで時間をある程度オーバーして、それで介護報酬を請求することによって、それはおかしいじゃないかと、あくまでも介護保険というのは利用者個人のサービスを提供するということが前提となっているんで、ということで、チェックが厳しくなったという側面がありますね。非常に先生難しい問題ですよね。簡単に言うとね、難しいんだけど簡単に言うと、難しいんだけど簡単に言うと介護する側も、お願いする側も、その何をね、介護する側何を頼んだか、それを認識しないとダメなんですよ。認識しないでやると、お互いに思っていることがね、うまくいかないですからね、話がね、合わないですから、合わない、こじれる、ね、こじれてケースがあるわけですね。だからきちっとね、その点はじめ、そういう何かする場合には契約をして、契約通りにやるしね、それも契約通りに頼まなくちゃならないという認識ですね、持たなくちゃいけないんじゃないかなと思うんです。契約、すべて契約なんですね、アルカさんね。だから揉めたらやっぱり原理原則に戻、基本に戻るんでしょうね。そうです、当然ね。揉めた場合には元へ戻ってね、契約をどこまで契約かと、それでもって片付くんですよね。すべてに関してもとにかく契約書を結ぶということですね。そうですね、確認をやるということですね。はい、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。東京弁護士会小宮山法律事務所弁護士の小宮山翔一先生、そして株式会社桃なき代表取締役立谷正弘さんにお越しいただきました。またよろしくお願いいたします。